あーなんかすげえめちゃめちゃ重く感じる体が。おジェニファーちゃん元気してる？じゃ帰ってきた記念にさ一人殺したい。さあということで、それではですね、もうここから完全におさらばしたいので、もうなんかある素材全部持ってこうぜ、できるだけ。ベベ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 。あー持ってない、持ってない持ってない。ということは厳選しなきゃいけないんだ、ある程度は。前回どこまでやったのかちょっと忘れちゃったんですけど、すごいチンチンがいっぱい。チンチンオンザチンチン。やばいね。まあ、前回はそうだ。矢とか準備して、あ、そうか。ダンジョンの卑怯者を倒しに行くんだ。そろそろちょっとガゼンやる気出てきた。おい。おい、ガゼンやる気出てきたでね。そう、前回ボスのね、ウェイポイントちょっと打っといたんで、もうここ押せば、もうボスの部屋の手前まで一気に行けるんで、ちょっと、もう早速行ってね、早速、ボコしていきたいと思います。これ、はい。さあ、来ましたよ。まずは、近隣合食。そして、マジでボコス。いきます。おい。おら。そして、この時に、こうする。そう、これも最強じゃね？これも最強でしょ。ねえ。ていうかもうさ、もうここ乗ってればさ、もうこれできんじゃん。おい。どうだい？一方的にやられる気持ちは何？お前なんか、一応矢とか持ってるみたいだけど、僕には、1ダメージも入らないんですね。ごめんなさいね。いやーもう楽しいわ。これよみんな。これがマインクラフト。ああ落ちちゃった。ああ助けて。ごめんなさい。これがマインクラフトなんですね、皆さん。ねえ、楽しいね。これがね。これ連打でしょ、これ。これ連打するとあれ威力弱く。ああ、ごめんなさい。許してください。ごめんなさい。お願いします。許してください。ねえ、皆さん、これがね、一方的な。はい、もうお疲れ様です。もう君はそのまま死に行く運命なんだ。はい。あ、もう最後は、決めるわ、自分でちゃんと。いくよ、せーの。なんでやねん。ちょっと、もう一回やらして。はい。なんでやねん。最後の一発が決まらない。よいしょ。あ、倒した。これ倒したっしょ。めちゃめちゃ回る。浅玉をバリに回る。うえい。あ、また異次元に刺さってる。この、毎回一本ずつ異次元に刺さる制度なの。あ、なるほど。ここで、レベル1ダンジョン鍵を落として、で、この先の、これか。このチェストを開けろと、いうことやな。あ、なるほど。はい、鍵がないと開けねんと。で、この鍵をガシャってやって、で、バチコーンと。うえ、来たね。はい、ところで。これでNASA作業台設計図レベル2、の、NASA 作業、ロケットの、設計図が手に入ると。OK です。で、これなんか確率で、この設計図がムーンバギーだったりするらしいんですけど、で、そのムーンバギーが手に入った場合は取引で、NASA 作業台、レベル2ロケットの NASA 作業台の設計図と、まあ、交換して、で、まあ、NASA 作業台の設計図だった場合は、まあ、ムーンバギーで遊びたい場合は、取引でまた交換してっていうね、感じになるんですけど、だから本来、ムーンバギーと、そのレベル2のロケット、を両方作りたい場合は2回ボスを倒さなきゃいけないんですけど、僕は関係なしーん。あー、マインクラフト最高。それではまず、まあ、レベル2ロケット作りたい気持ちは山本マサなんですが、一回ちょっとムーンバギーで遊んでいきたいなと思います。レベル2ロケット作ると多分次の火星とかに行くんで、ムーンバギーってやっぱムーンバギーだからムーンで使いたいじゃん。そう、これね。そう、この取引をしたいので、このなんだっけ、アルファサファイアだっけ。そう、ルナサファイアをビャーン。取りづらいな。すっ、よし、オッケー。これこうしてなるべく被害を最小限に。すずかー。で、まあ、ルナサファイア33個揃ったんで、これとムーンバギーをこれですね、交換していくと。はい、こちらムーンバギーの設計図ゲットです。それではまずはムーンバギーを作って遊んでいこうかな。ムーンバギーも、あれ、NASA 作業台。あ、NASA 作業台がない。NASA 作業台が、NASA。あ、ちょっとなんかうまくできなかった。ごめん。ちょっと今の忘れて。じゃ、ちょっと NASA 作業台から、うっ、びっくりした。急に、お前ここ人んちだぞ。お前ここ勝手に入んじゃねえよ、バカが。このヌスッとが。これっすね。圧縮された。はい。高度なウェファー。レッドストーントーチが必要だから、レッドストーンと、あら、作業台か。この、せっ！よし、これ重力を利用して。あれ？あれ、レバーって丸石だっけ？あれ、俺何と勘違いしてんだ？あれ？レバー、これ、レバー丸石で作れたら僕切腹します。
これ、あ、もうこれ中でいっか、中でいいよね。そうだ、前回なぜか外に置いてなんかめんどくさいことになってんで、お、なんかすごい月のさ、このブロックと相まってやっぱ未来感出てきたね。で、ここに新しい設計図を入れればアンロックされるんで、これにまずムーンバギーを入れると。そうしますと、はい、このようにムーンバギーのなんだこれが出るんですね。でもせっかくなんでね、このレベル2ロケットの設計図もちょっとアンロックしちゃいましょう。せーの、はい、ということで、おそらくこれで、あ、来たね、レベル2ロケット。じゃあまずは何はともかくムーンバギーちょっと作っていきたいと思います。これっすね。ヘビリティヘビリティヘビリバギー座席タイヤと。なるほど、めちゃめちゃシンプルな作り。バギーの座席はこれまためちゃめちゃシンプルですね。鋼に、なんか爆発した。大丈夫怖い怖い怖い。あとドア開けっぱにしないで。圧縮された鉄で、はい、バギー座席できました。で、タイヤですね。タイヤはどうやって作るんだい。川かー、待て、おい、積んでね、これ。おい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 、あ、待って、俺地球行けねえんだわ。川かー、ちょっと待って、川、ちょっと待って、川、川戻んなきゃじゃねえ。でももう地球戻れないんだよね俺。ムーンバギー作れんわ。そんなことある、ちょっとお前川マジで、川持ってねえかおい、川持ってねえ、くれよ、おい。なんか川探してたら、なんか鼻くそ落ちてんだけど。なんか鼻くそ落ちてた、ちょっと待って、あれ取ろう、ミョイーン。あ、なんか近づいたら鼻くそじゃないな、これ。硬い、固め、はい、ポンと取れた。おお、わ、地球まだ全然ピミンしてる。流れ星の鉄、これなんかレアそうじゃね。これはさすがに重要アイテムでしょ。よしよしよし、なんかゲットした、たまたま。あ、てか、なんか意外と見たらそこら中にあるわ意外と鼻くそそこら中にある。で、川よ、川どうすんの。俺このままだと視聴者のみんなが楽しみにしてるムーンバギー見せれないんだよ。ここは金魂様にちょっとお願いするしかないな。金魂様、どうか僕は視聴者のみんなに、視聴者のみんなが期待してるムーンバギーを見せたいんです。どうか川をお恵みくださいませんでしょうか。まあこんなお願いしても無理だってことは分かってんだけどな。神なんてどうせいないんだ。金魂神様。さあ、ということで、なんとこの金魂神様のパワーでね、川が手に入ったということで、文句ありますか。ないね、 OK、 よし、じゃあ行こう行こう、よし行こう。あー、さあ、ということで、俺の家の前でチューしてたでしょ今ね。チューしてたでしょ。何その純粋なマナコ。チューしてたでしょって言われてね、なかなかそんな純粋なマナコできないよ。多少は動揺するよ普通。何その自信に満ち溢れたマナコ。ちょっとうぜ、あ、おで、このバギーホイールが、こう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 でできると。で、これをバギーマスカンパパ、うわー、かさばるタイプだった、まさかの。さあ、それではムーンバギー作っていきましょうかね。ここにガシャコン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 ので、できたムーンバギー。お、すごい。ああ、これも、こういうタイプね。このこの頑張って持つタイプねお、すごい、超人じゃねえかお前。こんなに重そうなムーンバギーを持ってなおそのジャンプ力、いいね。じゃ、これ乗れるんだよ多分。ちょっと乗ろう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 。ちょっともう君ら邪魔だな本当に。乗れましょう。あれ、そうだ、これなんかさ、ムーンバギー置く台みたいなのが必要なんだよね確か。あ、なんかそういうのあった気がするんだよ。多分このままだと置けないと思う。ほら、置けないんだよ。だからなんかね、台が必要なんで、発射台だっけ。はい、調べてきました。この一発一発が重いなこの月は。そう、あれだ、燃料を入れるためのパッドみたいなのが必要なんだよ。なんかバギー燃料パッドで、これこのちょっと発射台がヒサロ行っちゃいましたみたいな、なんかこれクローズ。ウィーパーティーをちょっと意識したんですけど、似てますかね。はい、できた。で、燃料給油機はロケットのやつと同じやつでいいっぽい。だからこれっすね。そう、あと燃料も多分ロケットと同じやつでいける。よーし、じゃあバギー乗っちゃおっかなー。あ、そう、ここにポツン取り残されて、ちょっとこれ利用しよう、ちゃんと利用しよう。
っとじゃあこれをはい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 というから、おーできたね、この真ん中ポコーンってなるやつね。はず、いくよ、せーの、トン、きたーこれいいね、あ、酸素がね、やばい、帰ろう、あ、やばいやばい、酸素ない酸素ない、パニックパニック、はい、ごめんなさい、ブーンおー、すげえ急に賑わってきた、うちの家なんだなんだ